正体のわからないハッカーの裏を書くにはどうすればいいかって？そりゃ待ち伏せして罠を張るのが一番だろ。基本中の基本だって。いや、随分と早い到着だな。先手を取っておいて正解だったよ。君が優秀なことは知っている。しかし私の裏を書くつもりならやめた方がいい。これは忠告だ。私も未来のビジネスパートナーを失いたくないのでね。だが用心深いこと自体は悪くない。むしろハッカーとして交渉相手として歓迎すべき利点だ。よって君は信頼するに足る人間だと判断した。おめでとう、合格だ。これはそのお祝いだ。君は伝説の始まりに招待しよう。約束の時間にこの場所を訪れたまえ。今度はその悪魔の仮面を持ってね。ではまた会おう。
れ君乗り切れてないじゃん。もしかして新人ハッカー君？じゃあ初めての集会参加が悪魔生誕祭なんだ。いいね、メモリアルだね、ときめいちゃうね。教えてあげるよ。あの方は巨大組織ザクソンの幹部でありながら我らデモンズの主にしておっさん、ハッカー界のリアルスター、ジミケン、略してジミケンさんだ。グッフー。オーケーオーケー、プリーズリスン、マイテーベルズブーン。本日は悪魔による悪魔のための悪魔的なフェスティバル。悪魔生誕祭にお越しいただきまして誠にありがとうございます。オレンジはオーディエンスとかガンガン煽ってくスタイルなんで、サッパンサッカーよっ、ラッツシッカッ、伝わる？このフィーリング。これまで地味に集まってきた人を検討してきたわけですが、地味剣だけに、ワッハッハッ。It's joke。こっからマジで決めるぜ。いいかお前ら。俺たちは今日この日から。クソザクソン参加のクソハッカーじゃねえ。ヘデンの秩序クソクレザクソンの誇りヘデモネ。俺たちは最高にクールで最強にロックな超絶イケてるハッカー集団になる。その名をたたえよう。我らはデモンズ、悪魔よ力。 We are Demons。 デモンズ爆弾おめでとう。ハッ、ウェイ、 We are Demons。 Thank you.
そうかそうか、 K っていう謎のハッカーがお前のアカウントを買った犯人の情報をくれていて、そいつの一方的な誘いでデモンズのアジトに行ったら仲間だと勘違いされてザクソンをスパイするように命じられたと。はあ、なるほどなるほどね。ってアホか、そんな 100% 罠丸出しなところに一人で行ってんじゃねえよ。どうせそんなことだろうと思っていた。バカ野郎が、これからは隠したりせず何でも話せ。でどうするよレジ、まさか本当にこいつにスパイさせるわけじゃないの？ひとまずユーゴかフェイの耳に入れておく必要があるだろうな。お前は俺と来い、ザクソンフォーラムに行く。ちとせお前は、はいはい、Kの調査しよ、わかってるって、こっちは任せな。ユーゴもフェイも不在のようだな。仕方ない、探しに行くぞ。ここにいないということはおそらくクーロンの見回りに出ているんだろう。フーディエがザクソンに敵対したと誤解されたくない。スパイの件は早めに知らせておいた方がいい。二手に分かれるぞ。ユーゴかフェイを見つけたら連絡しろ。みんなのおかげだよ。
け。なんとかなったね。なんとかなったね。つけろよ。どうした？まるで幽霊でも見たって顔だぜ。なんてな、冗談だよ。たぶん最近そんな話ばっかりで参るぜ。その服、ひょっとしてお前、龍神とかのハッカーか？お、ああ、いや、知り合いっつうか、名前を知ってるだけさ。あいつらは有名だからな。元柔道だし。おいおい、仲間のくせに柔道のことも知らねえのか？あいつら昔のことは何にも話してねえんだな。
柔道のことが知りたい？いいぜ、教えてやっても。まあ俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、そのくらいでよければ話してやるよ。俺も最近のあいつらのこと聞きたいしな。いや、なんでもねえ。来いよ、歩きながら話そうぜ。さあ、行こう。このまま突っ走れ。仕方ねえな。オタク、ハッカーになったのは最近だろ。だろうと思ったぞ。雰囲気もそうだな。何よりデジモンプログラムを持ったのかな。フーディエの奴らもそいつを使ってるのか。へえ。まだ昔と同じロートルなやり方にこだわってるのかと思ってたぜ。人は変わるもんだな。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い。柔道の話だったよな。柔道が活動していたのは数年前のことだ。その頃はまだデジタルモンスターなんてもんは知られてなくてよ。ハッカーは自分たちで作った独自のツールを使ってハッキングをしていたんだ。その中でも最も規模が大きかったのがハッカーチーム柔道。リーダーの名前くらい聞いたことあんだろ。真田新っつうんだけど。まあいいけどよ。柔道は規模もでかかったな。何より一人一人の技術力が高いチームだったらしい。そいつらの中でナンバー2を張っていたのがお前んとこのリーダーの三島隆二だ。真田新っつうのは技術はあってもまあ無茶するやつだったみたいでさ、隆二が補佐官としてやつをフォローしていたんだ。実の兄貴みたいな感じでさ。ナンバー3は今一とせ。こいつも知ってるよな。昔から人当たりが良くてでけえチームの摩擦を軽減する緩衝材みたいな存在だった。軽そうに見えて人のことをよく見ているやつでさ、あいつが間に入ればどんないざこざでも大抵解決しちまった。他にも独自のマルウェアを構築できるハッカーが何人もいて、つまり柔道は生産性、機動力、どれをとっても最高のチームだったってわけだ。あくまで聞いた話だけど。だが柔道をレジェンドたらしめていたのは規模のデカさじゃねえ。
あいつらには信念があったんだ。明確なルールがあったわけじゃない。誰一人ハッキングを悪用しようとはしなかった。あくまでも自分たちの技術を高めるため、好奇心を満たすためにあいつらは行動していたんだ。アンダーゼルも、そんなあいつらだからこそ突破できたって俺は思うぜ。聞いたことねえか、アンダーゼロ。エデン創世記から存在するコアサーバーで、これまでのエデンに刻まれた全てのログデータが保存されている。つまり事実上エデンの最高峰セキュリティの要塞。そこを落とせば、ジュードは名実ともにエデンで最強のチームになれた。なれるはずだった。あそこであんな奴が現れたりしなければ。いや、なんでもねえ。ともかくジュードはそのアンダーゼロ攻略に失敗して、そのまま解散しちまったってわけ。なあ、次はオタクに教えてくれよ。最近のあいつらの。ちっ、またこいつかよ。邪魔してくれやがって。倒すぞ。こいつは放っておくとやべえんだ。オタク、ユーディエならちょっとは使えるんだよな。そりゃよかった。じゃあ、当てにさせてもらうぜ。に負けられない。このまま突っ走れ。みんなのおかげだよ。